あの祭り1時間前くらいまで寝てたんですよ。で、あのセミをみんながバリバリ食べ始める夢見たら、祭りがね、なんか学校におって、学校によってね、でもね、なんかすごいいっぱい、あの、配信者の人たちがいっぱいいたの、あの、いっぱいおって、で、祭りは、なんか集合写真とか撮ったのに、祭りだけ、もういつまで経ってもそこに合流できなくて、あっち行こう、あっち行こう、みたいな、ここで撮ろう、ここで撮ろうってみんなやってて、もう全然みんなで追いつけない、もう死んだーと思って、もう落ち込んで裏庭に行ったらみんながなんか勢揃いしてて、もしかして、新手のドッキリと思ったら、一気にみんながセミを食べ始めたの。ブリ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 みたいな。怖い怖いっていう夢を見ました。めちゃめちゃ怖かったわ。セミを食い始める、あの、配信者たち、恐怖でしたね。セミ。セミを食べてたわ。まつりちゃんもセミ食べたの？まだ今年は食べてないけど、食べたことはあるよ。ツイッターのフォローとかもね、よかったらね、してください。あの、しょうもないことツイートしてます。セミ食べてるとか、なんか、金魚の匂いがどうのとかね、そんなことをツイートしてますので、友達感覚でね、リプライ送ってくれたら嬉しいと思います。